お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらのこやこやエリババデッキをねやっていきたいなと思います。久々のねこやでございます。そして環境で強いねエリババはもちろんマザネクも、そしてエリババね受けのスキルトンもある。まあなんか攻め手がちょっと少なそうな感じなんですけど、まあ、一生こや置いて、まあホバマザネクとかねこやこやでファイブをカットさせながら、まあ、エリババでね削っていく外役こやデッキを見つけました。いや僕なんかね変なデッキ見つけてくる能力多分ねすごいんですよね。そこだけ溶けてるっていう、なんていうの、なんかあるじゃないですか。日本語って難しい。さあ、まあ、そんな感じでたけてるだっけ、もう分かんねえわ。よし、まあそんなわけでね、とりあえずこやこやですね。今の環境あんまこやこやいないですけども、いないからこそ刺さるみたいなね、クエイクデッキとかも最近いないので、よいしょ、ホグぐらいです。ホグクエイクぐらいしか見ません。今回何だとコカッちゃんかな。まあコカツに対してはこのねホバリングもマザネクもすごい刺さりそうな気がしてる。で、まあ、プリンちゃんにはファイブを打って、お待って、やばい、オッケー、避けられそうでしたね。さあ相手はコアに打っとうち、ここねマザネク行くとギャングとかね来た時も勝手に仕事してくれるんでね、まあ、これウッドで防衛しましょうと。さあエリババが入るしファイスも入る。いや、やべえなこのデッキ。紹介しといてあれだけど、こんなデッキ枯渇もし使っててね当たったら励ますよねこれ。これやばい。小屋置いて、いやワンチャンロケ打たれるのかな、まあ、ロケ打たれたら打たれてね、もう一個家建てちゃえばいいみたいなことはありそう。でバレル飛んできたらちょっとオーブンで受けるみたいなね、ちょっとおしゃれなこともやりつつ、そう、もう行ってきまーす。まあ高めでもよかったのかな、まあなんか低めでもいいんじゃねっていう。さあファイボ、なんか本当はマザネクとかやっぱユニットで防衛したいんですけど、ちょっと今ねいい感じの防衛方法が僕の頭の中で処理されなかったです。さああの高めはねこんな感じでホバーで処理していくと相手も辛い。そしてこのねヤリゴブリン、ヤリゴブはもうママの餌。大好物ですね、ママ。ママからしたら、もうヤリゴブワンパンなんだね。あれ、いいんじゃないですか、別に言って。オーブンぐらいで。オーブン、結構ね。いや、そう。ゴブリンバレルに強い。よしよしよし。からの、一生小屋置きます。まず、攻め手がマジで、小屋と、エリババしかないっていうね。なかなか、攻めきれない気もするんですけど、まあなんか精神的ダメージをねこうやって相手に与えていきながら戦うのかなこのデッキは。やべえな、一生小屋置いてる。小屋置いてゴブリンバレルにはマザネクかな。今だったらマザネクとバスケとかでタゲ取ったらほぼ完封しつつ、よし。で、攻めで、ウッドとか、ファイボーとか打って、最低なデッキだな、これ。これ、やばくないですか？これ別に僕が拾ってきただけなので、このデッキ思いついた人はすごいっすよ、マジで。さて、マザネク。エリババは出してないですもんね、今んとこ。出しても強そうだけどな。小屋と同じ感覚で、豚も行きますからね。そう。ヤリゴブとファイスピと豚がね、一生来るっていう。やべ、いいタイミングのゴブリンバレルが。いて。さあ、あと470とかなりました。そろそろ、やつをね、召喚して、勝負を決めに行く、説があります。いけ、エリババ。行くぞ。あとはもうね、あの辺にファイボとか打ちながら、いろいろやっていきたい。ファイブ打つってあんのかな。あ、延命してきたなら打ちます。で、あれ、奥底。うわー、いいタイミングのゴブリンバレル。で、この辺で一旦エリババね。もう一周行ってきましょうか。で、マザニクとか置いとくと、これね、高めの受けは危ないですよ、さ。グッドゲームです。いやー、まあなんか、なんか小屋デッキって
基本的に回転がやっぱ遅いんですよ。そう、基本的に回転が遅いんですけど、このクアデッキはなんかよくメガネでとか入ってるけど入ってなくて、スケがね入ってるので、もうこやこやスケウッド1枚、こやこやスケウッドもう1枚で、まあ、一生こやが置けると、もうね建築好きな人にとってはもうたまらんデッキですわなと。さあ来た、よろしく。これの人なんか電車デッキのイメージがあるな勝手に偏見だけど、いやほんと真面目にある。電車デッキっていうのはもうジャイスパーキー、もうダクプリウィザード、ガゴムレ、レイジドン、ブッパの人。いや待って、俺すげえ当てちゃったな。これ絶対電車っすよね。エリポンガルス、ただと。いや待って、豚がエリババをして、エリババのね足遅いのを早くした。ナイブタ、オッケー。しかもこれ今回のやつレイジデッキだと小屋を溶かすのがないんですよ。まあ、あのレイジブッパで溶かす感じかな。まあ、だから僕が守れれば僕の勝ちですね。相手の次の電車をどう止められるか。いやー、止められるのかな俺これ。どこに何の小屋置く？これオーブン置く？今置いてもいいのかな、置かない方がいいのか。まあ置いてから考えようか。大抵はガゴムレかな、ガゴムレとかウィザードとか、ちょっと早めに。でここで5押し。あ待って、やりこぶが、やりこぶが、ちょっと俺の今の5入れなかった。あー、これはね苦しい。もう一回多分エリクサンポッポね、これポトンポトンポトン。いや全然分かんねえな。いや来た、こうなってしまうとちょっと怖いので、まあ1-1になった時に有利な展開進めるようにっていうか、まあ一旦左側をねこの槍でバレないように落としていきます。 OKOK、 バレてないですね。槍ゴブがガゴムレ追加だな。オーブンから出るファイスピでさ、うまいこと処理できないのかなこんなのエリババ出したらさ全部いかれるかな。いやーこれやば、多いんだよな、なんかマジでこれ、これ守れねえな。さあスパーキーだけ溶かして、いやいいいい、逆にこれ相手きつくね。ちょっとオーブン置いてガグムレとか来た時用のカバーをしていく。これ大体ガグムレすごい出しにくいですからね今ガグムレこれ来てもさ溶けるよな。やりこぶ、やりこぶ、あーやりこぶ、いやー相手ここのやりこぶを守ってくるか。まあまあさすがにね。いやこれ僕耐えれるかな、耐えれるか耐えれるか耐えれないかじゃない、耐えろ。無理やり噛んじゃったー、さっき一番噛んだらダメなんだから。いやこれめって紙ほぼ紙ほぼ紙ほぼ、いやうまで、いや打たんのかーい、やばい、危ない。 OKOK、 いやいい、エリババがなんか時間稼いでる、たまたま。待って、エリババでありて終わりて、 OK 来たいいね、このヤリゴブとファイスピの豚を一生ね生み出しまくるデッキ。いやなんかいずれさ新カードで出たも良さそうだけどね、その牧場みたいな新カード牧場、一生ね豚を出し続けるみたいな。牧場って牛が出ちゃうな、牧場ん豚、まあいいんすよそういうの言うのはね。一生豚を生み出す施設とかもねちょっと良さそうですけど、墓石みたいなね、墓石やスケルトンなので、なんかそういう系のシリーズあっても良さそうですね。新しく生み出し続けるやつ、それこそもう10コストとかでエリババの住処みたいななんか定期的にエリババがこう無限に出ていくみたいな。意外と弱いか弱そうっちゃ弱そうだな。なんか低コストで置けるから強いんでしょうね、こうやってこう4コストとか5コストで10コストとかかかっちゃうと思う空にボコボコにされちゃうからな。さあ小屋まずはさよなら。
さあペッキャですね今回。ペッキャ、まあ、ペッキャに対してはホバも魔女もエリババもスケもある、神相性なんじゃない。さあとりあえず魔術来たらもう神速5、なんならもうこの辺からね。あ、いや待って、魔女びっくり、魔女びっくりしてて困ってる。やりこぶいい、あれさ端前、うわゾップやばい、うわ痛い痛い、エリババが痛い、待ってエリババが痛い、いやエリババー、え待って俺の相手のデッキはさ、なんかペッカ魔女ダクプリってレアじゃないですか。あ待って、これでもそっちのミリ残ったらナイスすぎる。オッケー、さあペッカダクプリ魔女のザップでしたね。やりゴブの小屋がな全部舞台になっちゃうんですよね。それがね辛いのと、まあ、ダクプリ受けもちょっと辛いかな。まあ、魔女はあそこ端前に来るのをホバリングとかで読みで倒すことができれば激アツではあるな。あと単体普通のエリババも厄介だったな。5打ってもいいのかあれは。まあここに魔女来がちなのでですよね。よし、お、まあ、タゲが、うわ待って、まあまあまあいいでしょう、それぐらいはいいでしょう。小屋できるだけ延命したい。いやここで、ね、逆サイエリババとか来たらもうバッカうまいけど、あ、多いな。今回の相手多いんですね。そういう系が。魔女、エレキ、魔女やちゃうか。さあ、まあ、ちょっと嫌ですよね。ちょっとだけ嫌。でも相手も嫌だと思うんで。お、ライトニングしかも。新しいですね。ライトニングザッピーでしたね。ザッピーじゃないよ。ザップっすよ。なるほどね。あーだからファイボーどこに打つか世界一悩むな。ライトだったから結構この魔女系も嫌そうだけど、もうエリババあいつに直当てしたいですねと思ってたけど、まあ、相手もねそれをさせまいと、いやめっちゃいい試合してるけど、この小屋の差で勝てそうだな。小屋がめっちゃ強い。いや、いい。頑張れ、頑張れ、頑張れ。魔女、魔女、魔女、頑張れ。オッケーオッケー。小屋置いて。一生小屋置いてけ。なんならもう、端前、ライトニング来る読み端前より、ババ。いやー、さすがに下手。さすがにやりすぎ。いいね、いいね。ちょっと。いいね。いや、一生小屋置いて。一生小屋置いて高め、もうホバマジやっちゃうとか出しまくっとけば相手鬼きついっすよ、これだって。やりゴブで、あ、やりゴブ、一回、あ、やばい、やばい、魔女、魔女、秒殺。いや、でも見て、この豚が、豚タゲ取るのナイスすぎんからの、まあ、この辺にね、なんか来てくれたらいいなぁなんて思いながらホバ出して、エレキ来たら、速攻ウッドかなとか思いながら、よう分からん試合してますね。このユーデッキだったらそうなるか。いやめちゃくちゃいいな。エレキも来る、左側寄せのファイボ、いやーうまい。ちょっと怖いですね。ちょっと怖いよな。一生小屋置いて、いやマジ相手のあの、いやいい、いやいいけどちょっとやばい、受ける、死ぬ気で受けて、やばい、居抜きで、居抜きで負ける、待ってやばい、お前、あでもダメージ勝ってる、ナイス、大丈夫だね、最後ファイボで、おぶねえ。いやー、すごいデッキだ、これ。すごいデッキだな、マジで。なんかね、本当に小屋で勝ってますね。小屋でじわじわ。だからマザネク、小屋との相性、ここまでいいんだっていうぐらいいいっすね。なんか、豚産んで、その豚の後ろに、やりゴブとか、
こうオーブンからね生まれたハイスピが行くから、こう普段だったら無視できるヤリゴブとかハイスピも、ね、豚が全部竹取っちゃうと全部受けちゃうんでダメージ、相手がもう無視できないんですよね。だからこの豚オーブン小屋の3セットはいいですね。うん、あとこのファイブ枯渇的なね要素でホバリング、これもやっぱね小屋デッキにはもう 100% もう確定ですね。基本的に小屋デッキにホバ入ってないことはマジでないぐらいホバのセットで強いですね。でまあ小屋デッキは火力が出ないところも全てエリューババでカバー、いやーハマるな、これこれ空にもめっちゃ強そうだしな。小屋小屋マザネコホバファイボスケ激アツだな。さあ来たよろしく。いやこの初手に小屋がある安心感よ、ホグ。いやこれがクエイクだったら嫌ですが、今回とアイゴレなので、でも 2.6 グだと、おーザップ 2.6 グだと思ったけど違う。まあでも小屋があるんだよね僕には。よしでこれね、小屋を置いてるとこの同サイドのホグは小屋に釣られるんですけど、まあ逆サイドの方が釣れないですよねこの位置だと。まあそういった場合はねエリババでホグが一応完封できますので、そうアイグレギャングザップファイボーだと、まあメガナイトインドラコウモリのホグとかのまあ可能性は若干ぐらいある。でこれをインドラで受けてきたらかコウモリで受けてくる可能性はあるっすよね。ああ、でもそうですね。メガナイトコヤコヤさんじゃないですか、もしかしたら。さあ、まあ、ゴブフェを置いとけば、で、一個上の位置ですね。これだと多分、ホグ、釣れると思うんですよ。うん。いやー、これ嫌ですね、このインドラ。このインドラがいることによって、僕のね、エリババがね、溶けちゃうんで、スケでカバーしてあげます。うん。でこのインドラがね嫌なのでホバで釣りつつ、この間ザップ打ちたいと思うんですけど、ホバいると打たないかな、打つんかい、オッケーいいぞ。で今回まあファイボ持ちですね。相手にねもうファイボとかクエイクとかなかったら多分このデッキはね最強クラスですね。まあ一応ファイボがあるからちょっと戦われるかなぐらいですね。オーブンの逆サイドもホグ釣れるっけ、なんか施設によってなんか大きさが違うんですね。迫撃砲逆サイドの1個上でもホグ釣れないとかいろいろあるんですよ。まあ、ゴブ小屋だったら絶対釣れるので逆サイドのね1個高めで今言ってファイブを使ったから、まあ、マーザネク出してで、できるだけやっぱ小屋をね傷つけさせたくないんですよね。そうお家大事にでいいね、これ豚いっぱい生まれていいね。いや完封していくで、なんとなくオーブンはしたかなーっていう、なんとなくオーブンしたの、なんとなく小屋上ですかね個人的に。これは正直どっちがどっちとかはあんまないですけど、なんかババ小屋だった場合、相手がゴレだったらババ小屋前の方が頑丈なんでいいとかありますけど、この2種類の小屋ぐらいだったらそんな大した差は出ないと思ってますね。うん、まあ、あれ、ウッド打つか悩むな。打たなくてもいいのかな、なんか一生、一生これしとけば勝てそうなんだよな、マジで。これ。やばいっすよね。だって僕今、本当に、小屋出してるだけっすよ。小屋出して守ってるだけで、相手がどんどん辛くなっていく。で、ここもメガナエリバ、これにファイボ来たらちょっと僕はね、世界変わるっすよね。うん。いやー小屋を行ってるだけで勝てちゃうんすね。大体のねこのギャングとかコウモリにさヤリゴブファイスピが刺さりまくるっすよね。あーこの小屋ちょっとこの方が嫌だな、小屋を壊すためのさ、まあ僕は攻める必要ないんでね、僕が攻めることが唯一の負け筋なので、まあ、僕はこう後ろからねホバとマザネク一緒にファイブで処理されないようにこう出してファイスピがナイスで、あとはもう小屋を置いてこれ見てる方ばっかつまんないですか、もしかして。やってる方はね超楽しいんですよ本当にマジで。もしかしたら
で、くっそつまんないかもしれないですね、見てたら。あ、やってみてください、皆さんもぜひ。もうでもいいファイボ。でも全てエリババでね。一応ファイボとかもカバーできるので。で、ガンプー。で、小屋置いて、小屋置いて。小屋置いたら一休憩できるのがね、やっぱ小屋デッキの僕、好きな理由でもありますかね。こう、休憩できちゃうっすもんね。小屋置いてたら。一休憩って。よいしょ。で、これファイスピがね、相手のコウモリとかも全部処理してくれるんでね。いいね。5分間こんなことしてんだ。これやべえな、マジで。5分、あっという間っすよ、でもこのデッキ。これやばい。これやばいな。マジか。ここまで勝つと思ってなかったっすわ。正直。うん、今これで 11-0 ですか。まあ、次勝てば12勝なので、やっとこうかな。ちょ、記念に。お、間違え。やべえな、今の。今のやべえ。公式大会とかであんなだったらもうね、コメント欄もう荒れまくってますよ。バカおもろいな、このデッキ。さあ、小屋置きまーす。初手1個上か悩みますよね。初手これホグとかでね、大ダメージ受けちゃうと。ボンバーということはもう最近ね、エレジャイボンバー、ゴレボンバー、大流行してますから、まあその誰かでしょう。で、メガコだとまあゴレ率高いですけど、ゴレっぽいっすね。ゴレ以外ありえないだろっていう顔してますよね。あ、いっぱいあげるよ、いっぱい。あ、ライトニングだ。ライトニング使った？エリババ。コスト的にエリババ刺さったんじゃないか説。うん。これなんか、ケツマジョしてゴレ合わせられたりするぐらいなら、端前エリババで、なんかコスト使ってもらって、もう一回小屋を置いた方がいいかなっていう考えだったんですけど、どうなんだろうな。で、もう一回小屋置きたいですね。で、五分小屋前の方がいいのかな？なんか頑丈じゃないですか、五分小屋の方が。だから、ゴレ受けにも優秀なのかなっていう意味で、五分小屋にします。これ、ケツゴレとかかな？どうなんだろう。さあ、ケツゴレ。これは守れんのかな？あ、エリババいるもんね、でも俺。いや、エリババの信頼感がちげえ。あとは、ボンバーかな？厄介なのが。エリババでもちゃっちゃとかしたいよな。ちょっと溶かしてしまえば、あとはファイボで一掃するだけなので。なんならさ、これ、相手ライトニングのコストとかないんだからさ、もう、全部豚にしちゃえよ。全部。いけ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 で、ボンバにファイボ。ボンバ全然出さんや。今かーい。よし。やい。で、これなんならこのね、この間に生まれたこの小屋どもで、いや、小屋どもとか言ったらダメだ。この小屋はみんな頑張っている。とかして、ホバリングちょっと遠めに出してあげてね。いや、このホバエッチっすよ、マジで。でね、ちょっとこう、マザ肉とか出して、もうすべて豚にしたい。すべて豚にしたいんだ、俺は。やべ、これ、普通にもう一回ゴレで組まれるのかな。いや、これでもさ、美味しくね？ファイブって、ウッド打って、一応全部これで飛ぶんですよ。全部とか、ダクネがね。そう、そしたら、まあ、光栄だけ後で落ち着いて守れば、なんとかなる説があるが、待って、やばいやばい、ゴレが入る。ゴレ入るの嫌だから、ちょっとオーブンでね。一生懸命すぎ。一生懸命すぎに見えるが、これね、すべて豚に変えることによって時間稼ができる。あ、待って、豚？あ、マザリク？あ、マザリク、サボリ。おい、忘れた頃に出てきますね。で、ここで、もう早い段階で声を置いてあげると、あれだよね。もう対応しないといけないので。はい。で、この幅にライトニングとか打った時には、みたいな。まあ、ここも攻めてもいいけど、攻める必要もないのでね。あ、なんか明確が。変なとこに出ちゃった。あ、ファイブウッド圏内ですね、これで。グッチーゲーム。やば。マジか、これ。バカおもろいっすよ。見てるのが多分つまんないと思うんですけど、ちょっとこの小屋デッキね、皆さん、ぜひ、使ってみてくださいと。というわけで、
降ります。ウルトラマーザネクカモン、スケラでした。チャンネル登録ね、高評価ぜひよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。